狙ねらい2科学講座ナノですラルクですで、こいつがディスヌフ <laughs> お姉様、ま、この2の科学講座あまり科学っぽくないというお便りが大阪府の佐藤ひ樹きくんから来ています十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかないバイクラーク <laughs> 第3回は宇宙検閲観仮説についてですがまずはこれののが邪魔をしてくれた本土決戦作戦について解説しますそもそもななんででで地球をぶつけけきゃいかかったんですか他の星でもあの時変動重力源がいつどこに出現するかは予測不可能だったけどその攻撃目標が地球であることは分かってただから罠を張るならここしかない。 いわば地球を質量兵器にしただけでなくおとりにも使ったってわけでもエクゼリオ変動重力源の最大の武器であるあのブラックホールは同時にやつの弱点でもあるそもそもブラックホールはさロシキャンセラーみたいいに感性中和でもしない限り重すぎるんだよ姿を消した変動重力源が本格進行するまで半年もかかったのはそれが原因だろうって言われてる しかもブラックホールと変動重力源はいわば錬成の関係にあるお互いに引っ張り合って保たれているバランスをちょんっと崩してやれば<っ>自分自身が抱えるブラックホールに飲み込まれてしまうのさダメですそんな無駄に扱ってだいたい非常識なんだよブラックホールを割るとかさ。 科学っぽくないのはののの方だろう。はい、はーい。それはののが説明します。互いにシュバルツシルト半径を共有する複数のブラックホールは、その光点角運動の制御によって特異点がむき出しとなり、どっかで聞いたセリフだな。すなわち、これが裸の特異点ですが、それはあたかも何者かに検閲されるかのごとく。 何らかの物理法則により禁止されるであろう場合、ペンローズというちょっとエッチで思わせぶりな仮説の証明それが宇宙検閲官のお部屋なのですなんで検閲してるんだよサービスしろよ <laughs> いやーくっ <laughs> お姉さんまったら最後まで抱いた